どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこのちっちゃなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、洋楽でございます。イギリス出身のシンガーソングライターエド・シーランの大ヒット曲 Thinking Out Loud をこのウクレレで簡単バージョンでやってみようと思います。この曲なんですけどね、すごい歌詞がもう素晴らしい愛の歌でございましてですね、もうなんか和訳とか読んでたら本当ね感激しちゃう感じなんですよ。はい、ぜひ読んでいただいて、知ってる方はねこの曲大好きだと思うんですけど、ガズレレでもこの曲やってみたいってよく言われますんで、私もちょっと聞きながらね、やってみました。でね、ウクレレって私にもできるかなと、こんなちっちゃいから持ち運び楽そうで可愛いし簡単、どうなんだろう、そんな方多いと思います。こちらのリンクをねクリックしていただくとね、全部持ち方からやり方からね、いろんな曲のレッスン動画いろいろなってます。完全ガイド、このチャンネルの完全ガイドがここにクリックしてください。ここいろいろここ見てくださいね一回。そしてね、ここにもねチャンネル登録できるボタンがあるんで、ここもチャンネル登録、ガズレレ YouTube チャンネルチャンネル登録の方もお願いします。で Thinking Out Loud これからやってみようと思いますが、いつもなんですけどね2バージョン撮ってるんですよ。最初は超簡単バージョンです。はい、右手も4つ引きで、ただしこの歌ましすごくね、英語だし、サラサラサラというところが結構かっこいいくもあり難しくもありますんですけど、今日はね、コードがね、めっちゃシンプルなんですよ。ちょっとさっきコードだけ見てみましょう。 C とちょっとこれ後で説明します。 F と G7 Dm と Am、 この主にこの、1,2,3,4,5,6 個なんですけど、これ気になる C 斜め E、これはね C の音と E の音が同時に響いてますっていう表現なんですけど、こちらの動画ではねこのように黄色で表記してますんで、これをちょっと最初に見てみましょう。 C を押さえたところにね3弦の4フレットを押すだけなんです。はい、後のコードは皆さんいいでしょう、もうこれ大丈夫でしょ。 Dm は F に1個足すだけですよ、私がよく言ってますけどね、これとこれ親戚、はい、結構シンプルです。でこの C、E これをやってみます。 C を押さえた上に3弦の4フレット、ここです。こういうフォームになりますね。だからこうだいたい C は薬指で押さえてくださいっていう流れですけど、ここはちょっと押さえづらいんで、もう人差し指とかで押さえた方がいいと思います。これ結構特殊なコードですけど、私がちょっと拾ってみました。これでやるとこのエド・シーラン Thinking Out Loud かっこいいです。はい、ではまあ一回ちょっと曲やってみましょうか。超ゆっくりでね、後半はかっこいいバージョンでやりますけど、まずはシンプルに4つ引きで、逆に4つ引きの方が難しいっていう話もあるんですけど、まあ本当に初心者の方はね、こうやってタイミングを測ってもらえばいいと思います。じゃあ一回やってみましょう。いきますよ。 1, 2, 3, 4. When your legs are work like they used to before, and I can't sleep off of your feet, with a mouth to remember the taste of my love, with a eyes to smile from your cheeksWe are.
章か言葉のやっぱリズムがね、あのこう入るところがすごく小説をまたいてるっていうか、またいてるも何も自由に言葉がパパパパッとこう、なんていうのかな、囁くように、それこそ Thinking Out Loud って、ね、意味はですね、聞こえるような独り言っていうか、なんかその考え事が出ちゃったみたいな、そんな雰囲気みたいな、まさにねこういうなんかダラダラダラっていう言葉がね並ぶところが、まあその曲の雰囲気を伝えてると思うんですけど、ですね、これはね私いつも言ってるんですけど、この今からノートを見せますけど、あのノートで書き出す時がものすごく勉強になりますんで、ちょっとこれを参考に書き出してくださいね。はい、いつも言ってます、こうやって書いていくんです、歌詞が英語だからねバーっと書いてある、はい、ここに早口のところはこうまとめたりしてますからね、こういう風に書いていきます。でこれ C ってさっき今黄色で書いたところがここですから、でとにかく繰り返しなんですよこれ、ほらよく見るとわかるでしょ、ここからここまで全部コード進行一緒、 B メロも、はい、でここのピーポーのところだけちょっとコード進行変わるんですけど、まあ簡単コード、コードだけ言ったらびっくりするぐらい簡単ね、ここ最後も A メロと一緒ですからね、これ一時停止してメモってくださいね、はい、よろしければ、はい、でここ最後は3回、今ショートカットバージョンでお送りしたんで、まああのそういう感じでまとめましたけど、2番とか3番、まあ繰り返しです、コードは歌詞が変わりますからね、歌詞のやっぱこの言い回しが結構、まあ、ここで一時停止したからメモってくださいよ、はい、ここね、はい、はい、ここね、はい、でさっきも言ったんですけど、コードがねこれがね C と E の混ざったやつ、これがなかなか慣れないんで、人 C をこれで押さえるのがすごく違和感があるんですけど、まああのちょっとやってみる、やっていると慣れると思います。それではですね、あの Thinking Out Loud のかっこいいバージョンなんですけど、これはやっぱり16ビートがちょっと跳ねてる感じの、シャッフル的な、であの私はですねこうやってやってます、どうですか、こうダンスダンマスダッダンダン、フォーフィンガーですね、1弦はここ薬指、2弦は中指、3弦は人差し指、4弦親指でこうやって同時に掴むんですよ、まあ、最初 C をやるとダーンプッパダーンパッ、ここのボディをここの弦の隙間を縫って叩いてます、パッってね、で引っ張るときにコードがもう変わるわけ、パー今 C E ですからね、ダーンパッダーンダッダッダーンパッパー、これも F と G7、 F で引っ張っといてパッと叩いて、ここでボディをパッと叩いてパーン上げる、これと、まあ、16ビート混ぜてます、ダンダッダンダダダダンダッダンダ、この16ビートチャとこのタ、このタっていう音とチャの音をいろいろ雰囲気で混ぜている感じですね、本人もこうやってね、エド・シーラン本人もジャンダッタ、多分こうやって弾いてますね、ちょっと今の16ビートのシャッフル的な感じでやってるんで、なかなかこの雰囲気を出すのは難しいですけど、やり方としてはダンパ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 、毎回このパッて入れてあげる、この爪とボディをね、この弦の隙間を縫ってパッと叩いてるんですよ、叩いたところ引っ張る、こんな感じです、これができるとかっこいいですけど、まあ16ビートのちょっとゆったりバージョンのシャッフルでもこれかっこいいと思いますよ、これでも十分かっこよさ出ると思います。まあ一応今回はあの本人の弾いてるような感じのスタイルでちょっとやってみようかなと思います。ちょっと下げ目にしておこうかな、はい、はい、じゃああの新曲が歌うとかっこいいバージョンやってみます。 1,2,3,4 When you like to work like they used to before And you can't sleep off of your feetMust remember the taste of my love. When I see smile from your cheeks, na na na, we'll be loving you till 70. Loving my heart, let it us.Money now
So baby now, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of all the stars. Place your head on my beating heart. Think it out loud. Maybe we follow my where we are. Maybe we follow my where we are. Maybe we follow my where we are. ダダン。ちょっと熱唱系でかっこいいバージョンやってみました。ですね、もう言葉のタイミングと英語のこの漢字がなかなかニュアンスをつかむのが大変でしたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっと跳ねるとね、ウクレレ一本でやるとちょっと跳ねてシャッフルな感じが出た方がちょっとかっこいいと思いますね。なんですかパン、この感じです。チャッカ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 、ちょっとチャッカチャッカしてシャッフルスキップリズムでできたらこれかっこいいんじゃないかなと思います。いかがだったでしょうか。コードはね結構簡単だけど、やっぱりリズムとグルーブが主体です。はい、言葉のリズムも凄まじいし、このなんていうかこのストロークのなんていうのがビート感がすごくやっぱ大事な曲だと思いますね。はい、 Thinking Out Loud、 ぜひぜひ皆さん挑戦してみてください。はい、勝手にガズレレ、世界中にグループありますよ。この間はニュージーランドにグループが出来上がりました。海外ではですね、ベトナムとかロンドンとか、あれだ、ガーナがあるんですよ、アフリカの。ワールドワイドでしょ。で、海外でもどんどんガズレレグループ結成されてます。国内でも40カ所ぐらいありますんでね。はい、Facebook の方でもいろいろやってますんで、ぜひぜひガズレレ、どん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 仲間増やして、みんなでいろんな曲ワイワイやりましょう。さようなら。これで終わります。今回は。バイバイ。